この明かりが暗くなる現象への対策ですか？ママツイゴチャンネル。皆様、こんにちは。七つ色チャンネルの水風七つと申します。先日投稿いたしました動画、室内灯、純正、自作、比較で、鉄道模型の車両に、自作テープ LED 室内灯を装備した際、電圧効果で明かりが暗くなってしまう、現象について、お話しいたしました。これは、12V 使用のテープ LED を、鉄道模型の室内灯に使う場合に抱える問題点です。12V 使用の白色テープ LED は、チップ LED が3つと、150オームのチップ抵抗1つが、直列に接続されています。この場合、LED 一つにかかる電流は、オームの法則により 20mA となります。12V÷150Ω÷4部品 0.02A÷20mA。一般的な白色 LED 一つの定格電圧を 3V20mA と仮定し、テープ LED の抵抗を短絡させると、3つの LED が直列接続状態となり、LED 一つに 4V の電圧がかかり、LED に深刻な打撃を与えかねません。しかし、ブリッジダイオードを経由することにより、12V の入力電圧は約 10.8V まで下がっています。10.8V の入力電圧に対し、3つの LED 直列接続では、1つの LED に対して 3.6V の電圧がかかり、仮定した白色 LED 1つの定格電圧 3V に対して 1.2 倍ですので、流れる電流は 24mA となります。白色チップ LED 1つに 3.6V、24mA なら、抵抗なしでも耐えれるかもしれません。そこで、自己責任にて、テープ LED 上のチップ抵抗を、導線で短絡させ、LED 3つが直列接続された状態にいたしました。なお、鉄道模型の 20m 級車両では、テープ LED を2ユニット分使いますので、1つのユニットの抵抗のみ短絡させ、明かりの状態を見てみることにいたします。動画制作者は、当初、テープ LED の2ユニットとも、抵抗を短絡させ、抵抗短絡室内灯装備車両と、抵抗ありの通常室内灯車両の2両で比較する予定でしたが、それぞれの車両の終電能力誤差が出てしまうため、1両で行うことにいたしました。それでは、抵抗なしで、電圧効果対策が行えるか、確認してみることにいたしましょう。七つ色チャンネル。まずは、テープ LED 単体での点灯確認を行います。テープ LED の左側のユニットの抵抗を短絡させております。光り始めは、ほぼ同じですが、抵抗を短絡させているユニット側は、光が明るくなっています。電圧を、最大(12V)まで上げてみましょう。繰り返しますが、これは、自己責任で行っておりますことを、ご留意くださいませ。最大電圧(12V)でも、LED が消損してしまうことはないようですが、長期的には、どうなのかわかりません。ただ、実際に、鉄道模型の車両運転で、12V の全開走行を行うことは、ほとんどないと思いますので、実用にはなると思います。それでは、実際に、この自作テープ LED 室内灯を車両に装備させて、点灯状態を確認してみることに、いたしましょう。室内灯の明かりの状態を分かりやすくするため、お部屋の照明を落としており、映像が暗いことをご了承くださいませ。トミックスさんの E231-500系山手線のトレーラー車に、この度、加工したテープ LED を装備させております。牽引機関車は、トミックスさんの EF64-7G型です。パンタグラフのない側機関車側が、抵抗短絡を行った LED ユニットです。確かに、抵抗を短絡したユニット側は明るいですが、ポイントレールの連続接続による電圧効果で明かりは暗くなってしまうみたいです。ただいま、後ろを走行中の編成の最後尾に連結されている加藤さんの搬出車掌車 WAF29500 に自作室内灯を装備させた加工車両を販売いたしております。詳細は概要欄に記させていただいておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。逆方向も走行させてみましょう。テープ LED の抵抗を短絡した場合でも、電圧効果の影響を受けて、LED の明かりは一定とはならないようです。いかがだったでしょうか？動画制作者は、ポイントレールの連続接続による電圧効果でも、LED の明るさが一定は無理にしても、それほど暗くならないことを期待していたみたいですが、現実は厳しいようで、抵抗短絡加工を行ってまで対処するほどの効果は得られないという結果となりました。
ただ、抵抗ありの状態よりも明るくなることは確かですので、少しでも室内灯を明るくされたい場合、抵抗短絡による効果はあると言えます。チップ LED の絶対最大底角が分かれば、より安全ですので、もし、本格的に実施される場合は、絶対最大底角を知っておく方が良いでしょう。本動画が、ご視聴者様のご参考になれば、幸いです。今後も、面白い企画や、変わった現象に出会いましたら、動画を制作いたしたく思いますので、次の動画でもお会いできれば、嬉しく思います。それでは、最後までご覧くださり、ありがとうございました。チャンネルご登録のご検討を、よろしくお願い申し上げます。